はいどうもサブチャンネルの僕ですということで今年もサブチャンネルのね、えー、試合後のレビューやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということで、まあ、サブチャンネルの方でもこういうふうにですねメインチャンネルのレビュー動画で話し切れなかったこととか補足したいこととか、まあ、何かあればですね、えー、試合翌日に、まあえー、サブチャンネルの方でもやっていきますのでよかったらよろしくお願いいたしますということで、まあ、振り返りというか振り返りたくないようなゲームでありますがどうですかね、まあ、結構ね僕は 裏の試合の後も他の、ね、高い以上の試合を見るためにツイッターを全く見ずにです、ね、いたわけで、まあ、ツイートはしていたんですけれども、まあ、このタイムラインの更新はせずに見ていたんでちょっと他の選手のこれねあの他の方の評価というのはなかなか分からなかったんですけれどもなかなかやっぱり評価が高かったのはやっぱ真当選手秋元選手この辺は評価が高かったですねそして、まあ、僕は個人的にはまあ良かったというかまあ悪くはなかったんじゃないかと思っていた犬飼選手の評価もなかなかにあまりよろし で、ね、あそうなんだってあやっぱりちょっと僕の目が悪いなっていうのを感じた感じたわけでございますけれども、まあ、犬飼い選手ねハイライトシーン見てもねあの失点シーンですけれどもね分かる通り距離感がねやっぱりあそこまあ岩波もそうですけども犬飼い岩波というのが、まあ、相手選手と適切な距離感詰めきれなかったからこその、まあ、失点 転身というのはもちろんあるんで、まあそうだよなーっていうのを改めてまあ感じはしましたけれども、まあ、犬飼いね、局所局所では良かったと思うんですけども、やっぱりこう、岩波選手の良さって、ね、このミドルパス、もちろんあるんですけども、犬飼い選手、自分でね、持ち運ぶことができるんで、まあ、それもショルツと同じ役割であるんですけども、まあ、慣れない左センターバックの中でしっかり持ち運ぼうという意思は感じましたし、で、うん、正直ね、やっぱりメインチャンネルはポジティブにっていうのがあるんで、言わなかったんですけども、ちょっとやっぱ残念だったのが、ね、 ビルドアップのとこはやっぱりあります。それやっぱり 西川選手含めてですけれどもね、まあ、やっぱり裏レッツって後ろからしっかり繋いでいこうという意識が高いチームで、で、じゃあそれがこの試合見れたかっていうと全く見れなかった、特に後ろからのつなぎ、効果的なつなぎというのはすることができなかった、よくまあ、ね、日本代表の方々が言われるよりは自分たちのサッカーというのができてなかったですし、むしろ、ね、やろうと思わなかったのかっちいうのが正直あって、もちろんこれ、ね、ゴールキック、西川選手のゴールキックから始まるときに、 今京都の選手がどん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 高い位置に、ね、じわりじわりとにじり寄ってきてあれそんな近い位置にいるのかって、ね、豊川とか豊とか竹富とかねやっぱこのスイートップがこの西川選手のゴールキックまあショートパスを監視してるわけでそこで蹴れるかっていうとなかなかに勇気のいることではあると思うんですけれども本当にね強いジムっていうのはやっぱりやりますからねどんだけ圧が強くてもで逆に言うとまあこれだから選手,視線選手の視点で言うといやいやあのねそんな簡単な 言うなって話かももれれませんけれども逆にあんだけやっぱりね前線高い位置に、まあ、豊川、宇高とか竹富選手とかがビルドアップ破壊するために高い位置で準備をしているということはひっくり返すことが絶対できたはずでもちろんこれ多分ピッチのこのテレビ画面に映っていないところでは結構コンパクトに、えー、京都んがもやっていたと思うんですけれどもやっぱりこう選手が高い位置を取るということは少しバランスが若干崩れているもちろんこれビルドアップの破壊というのは若干バランスを崩してでも奪いに行く。でこのバランスを崩 移してでも高い位置で奪いに行くからこそ、ひっくり返す。そのスペースがあるわけです。ところ、どっかピッチのどっかには絶対スペースができていたので、そこをうまいこと剥がすことができればなっていうのがありました。だから、これはね素人の意見で多分サッカー選手から知ったらいやいや怖えよでできるわけねえじゃんっていうのであって。でももしかしてこれ違う。世界線の話ではまあ、僕の言った通り、まあこのね。臆せずにやれよビューチャップしっかりやれよってやった。結果、失点してた可能性がある。そういう世界もあったかもしれないんで、一概に何とも。これ正直。 いけないとこでであるんですけれどもちょっとやっぱりビルドアップの放棄な放棄じゃないかもしんないでも放棄か、うん、はっきり言うと放棄ですね、うん、諦めというかそこはちょっと残念だ ただなってのが僕の中の本音です。まあこれはやっぱだからメインチャンネルで言うとちょっとネガティブな、ね、話になってしまう。本当めあメインチャンネルではポジティブにっていうのがあるんで、こういう指摘的なことはあんまりねメインでは言わないようにしてるんですけど、サブではまあどんどん言っていこうっていうのがあります。だからそこが僕は、うん、負けたというかね、やりきっていないんでね、うん、準備、まあもちろんこれ1週間ね、いろいろあって準備することはできなかったと思うんで、それはまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、ちょっとチャレンジ精神が少なかったかなっていうのは僕は、うん、正直なところ感じましたけど、 もうねんで、あと安井選手の起用ですね、まあ、いろんな方考察、安井がなぜあそこで、ね、使われたのかとかまあいろんな考察ありますけれども、多分やっぱ安井選手の役割って川崎選手だったのかなって、要はこの間、芝とね、あのスーパーカップの時に柴と選手が川崎のアンカーをずっと監視していたのと同じで、もっと分かりやすく安井をまあこの位置に置いて、そしてまあアンカーの川崎選手とか、この松田、武田、この辺をまあ監視しながらやって でねまあ奪うことができれば一番いいけどもまパスコースきいながらとかちょっとそこをね破壊できればいいのかなっていうのが多分狙いにあったのかなっていう僕の中でありますもちろん安い選手ってねまあこれからどんどんね知っていく選手であるんですけどやっぱり、うん、噂ではまあ、本当低評があるのは評価されているのはボールダッシュ能力であるんでやっぱりそこをね高い位置でこの1対1の局面で負けない強さとか絶対あるはずなんでそこもやっぱり見据えてというかそこの役割に期待したのかなっていうのがありますけどもちょっとそれもね結局途中で終わって てしまって結局どういう役割なのか分かんなくなってしまった。間違いなく試合の序盤はそういう僕が言ったような狙いは少なからずもあったと思います。もちろん他の狙いがあった可能性もあるんですけれども選択肢というかプレーのこのやってほしい一つではあったと思うんですが、まあ、最終的にはちょっとねまあ、タスクが多すぎたかな。ちょっと新人選手にちょっと与えるにはなかなかに厳しいものがあった。まあ、新人選手だからこそ思い切ってやれる部分っちゅうのももちろんあるとね思うんですけれどもちょっとね役割としては難しいものが。 あったんじゃないかと思いますねで、うん、あとやっぱ柴戸とねこのコンビに関してはやっぱりどっちか相方にね岩尾選手とか平野選手みたいなパサータイプとか自分でちょっとボール運べたりとかでやっぱ狭いとこでプレーができる選手まあちょっと相手にこれ寄せられてもしっかりまあ、かわすことができたりとか反転してプレーができるそういう相方がいた方が生きるなっていうのが、うん、ありますまあね柴戸伊藤にじゃあ攻撃の時に何を期待するかというとまあ柴戸は結構対角線上見れるんでそこは 期待ができるんですけれども。 やっぱり伊藤選手に関してはダイナミックにどんどん,どん,どん持ち上がる持ち上がるというのは自分でボールを運ぶというよりも自分でしっかり動きながらパスを受けてそのまま侵入していくボールを運ぶ高い位置まで運ぶことができるのが伊藤選手の良さと思うんですけれどもそのダイナミックなプレーはちょっと,、えーね、ちょっと潜んでいたかなというのが、うん、ありまあ、ちょっと完全にというわけでもないですけどもちょっと試合中に、まあ、消えてしまうというかな,かなかなか存在感発揮できない場面があったんでねそこはまあ、うん、難しいのかなこのダブルボランチにどこまで期待するかというのがあります まあ本当は守備のところで安定してほしかったんですけどもね、でまあ、あとこうネガティブな話ばっかりしてもしょうがないんですけども、やっぱりこう島崎さんが今日の朝、浦ラさんの、ね、コラムで話されていたというか、まあ、やっぱストーミングのところを京都のストーミングに屈したっちいう話をされてましたけど、まあ、あのストーミングってじゃあ何なのかっていう話ですけども、も要は嵐のようにボール場って、嵐のように攻めていこうちいう超カウンターですね、超カウンターって言い方がめちゃくちゃアホっぽくて、ちょっといや自分で言ってたあれなんですけども、まあ、とリバプールですね。プレミアリーグリバブル プールのように自分たちでしっかりこれもう嵐のように相手のボールに襲いかかってそっから奪ってもゴールまで一直線みたいなほんと分かりやすく言うとそんな感じです嵐のようにボールを奪って嵐のようにどん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 攻め上がって最短距離でゴールを決めていくみたいなまあそういうイメージでいいんですけれどもまあ京都ねまあ確かにね嵐のようにボール奪いに来ていてごちゃごちゃってなんかねちょっと言い方悪いですけども中学校の体育の授業みたいなそれぐらいねおこうボールの一つのボールり多くの方が密集するみたいな状況も あってでも、そこで、ね、マイボールにしていたのが京都なんで、そこはやっぱさすがだなっていうのがありました。だから、これでも裏のディフェンスはねよくやっていたとはそれでも思うのが、まあ、ストーミングの話をすると、まあ、ボール奪われても少しやっぱり遅らせることができた、ピーター・ウタカーにしても結構高い位置まで運ばれてしまったんですけれども、まあ、犬飼選手だけじゃないんですけれども、ね、犬飼選手とか他の選手もストーミング、それこそザ・ストーミングってなりそうな時にしっかり遅らせることができていたんで、そこはまあ僕はまあ良かったというか、ね、悪いなりの 悪いいのっていうかでそこはちょっと違う視点で見ると、まあ、ストーミング、相手のストーミングを封じるという意味では、まあ最低限仕事はディフェンスにはできたんじゃないかと、まあそこは、えー、思うわけですが、まあそこをね、ごちゃごちゃとしてお互いがボールの奪い合いになった時にしっかり勝つことができれば、もっといいと思うんですけれども、そこは京都、まあさすがにちょっと上手かった、そこからストーミングとかも、本当ボール奪って、ね、縦に仕掛ける速さは素晴らしかったですけれども、ストーミング、ここからカウンター、ショートカウンターで一気にシュートまで行かれるというシーンは、 なくてもちろんボール奪われた後とね、最終的にはシュートで終わってね、終わらせてしまうシーンも裏はあったんですけども、まあ、そのシュートまで遅らせることができたのは僕は良かったんじゃないかと、そこはちょっと評価は、まあ、ストーミングっていう、相手のストーミングっていう視点では、えー、僕は思いましたけどもね、そこはちょっと、うん、まあ、いろんな考え方があっていいとは思うんですけども、っていうのがあります。で、やっぱ次、心配なのが酒井宏樹の状態で、試合後のね、いろいろ、うん、聞いていると、どうも、まあ、そんなひどい怪我ではない、まあ、打撲程度じゃないか、アイシングっていう話なんで、そんな大きな怪我では ないいいととと思思ううんですすけれどもじゃあ水曜日出れるかっていうと難しいと思いますう本当ね、水曜日出れるか分かりませんし、まあ僕は無理してほしくないっていうのがあります。じゃあどうするか、真当たりを右サイドバックに回して、左サイドバックに秋元置こうじゃないかってなると、今ね、裏の攻撃見ている方は分かると思うんですけど、割と秋元頼みになっている、秋元お願いします状態になっているんでね、なっているというかね、ね本当秋元選手の頑張りが目立っているんで、ちょっとね、難しいよね。 そこは秋元をサイドバックにすると攻撃の時にもうなおさら点が取れなくなるというかもちろん取れはするんだろうけどもちょっとチャンスという意味では減るのかなっていうのがあるんでやるなら右サイドバックに宮本、左間辺りはこれ継続かな本当,真あたり選手本当は間り選手は本当右サイドバックの選手でありますけれども。で やっぱ大畑選手は間違いなく間違いなくっていうかね、全治数ヶ月の怪我を負っていて、これからコンディション上げていこうという選手なんで、まあ、期待はまずできない、今はできる状態ではないし、今の大畑選手、これ、まあ、怪我の状態とか、まあ、これから上げていく段階で無理すると、それこそね、ほんとこれからまた長期出すとか、なりかねないんで、そこは期待しちゃいけないという話で、むしろ、ね、よく使ったなっていうのがありますね。酒、まあ、井宏樹をギリギリまで引っ張って、まあ、大畑選手数分間中、役割だと思うんですけども、なかなかね、これ、 大変な本当、チーム運営ですしね。まあ、秋元も難しいな。これの、まあ、この451とかの形でするなら、トップ下絵坂で、も秋元を分かりやすく前線に張らせておいた方がいいのかなっていうのがありますけどもね。で、次のちょっと京都、あ、京都じゃない、次の神戸戦が神戸戦の話を少しまあしておくと、もう11分も喋ってるの、今見てびっくりしましたけどもね、もうメインチャンネルレベルで話しているんですね。だからこれ、ね、原稿も何もなしにね、皿ですのとね、喋っていて、本当何もないんです。本当 自分が思ったことを話すとこんなにも時間が経、うん、つのか早いのも早いかなというのがありますけれども、えーまあ、10分過ぎてます本当はねサブチャンネルは本当は、ね、78分ぐらいがちょうどいいんですけど、まあ、ちょっと次の神戸戦の話をしていくと神戸戦はね神戸の状態がよろしくないこれは月曜日にね明日か明日ね、えー、プレビュー動画もう神戸戦上げる予定にはしているんですけれどもいかんせん神戸の調子がよろしくね本当23年前の変なヴィッセル神戸を見ているような名古屋グランパス戦開幕戦だったんでつけ入る隙はあるかな お互いちょっと、ね、状態は良くないっいう感じがしていて、まあ、少しまあ触れておくと右サイドバックに牧野がいて牧野を空中戦の強さはもちろん右サイドバックで見せてくれて。 はいましたしゴール前に結構顔を出すんで、あの天皇杯の時のゴールがちょっと頭によぎって、ちょっと嫌な感じ、相手からしたら牧野が高い位置を取って、シュートモーションまで行くというのは嫌なのかな、特に右サイドバックなんで、こうカットインというかね、持ち帰ることなくクロス上げ,て上げたりとか、シュートまで行くことができるのは、スムーズな動きでシュートまでいけるんで、ちょっとそれは嫌かなというのはあるんですけれども、しかし、まあそう怖くはないかなっていうのがあるのと、まあ、 もちろん大迫無糖っていう化け物もいるんですけれども、大木原選手が退場になったんで出場停止ですし、まあちょっとバタバタしている、ちょっと名古屋が良かったっていうのはもちろんあると思うんですけども、にしてもちょっとバタバタしていて、え、そんなミス去年までしていたかなっていうのがね、特にディフェンスラインとボランチんとこであったんで、ちょっともったいない、ちょっとごちゃごちゃした展開になっていたんで、まぁビッセル神戸もちょっと不安はあると思うんでね、まあしかしね、ビッセル神戸水曜日のゲームが終わった時点で、 神戸がどっちも勝ち点1なのか、まあどっちかが3で0なのかっていうね、ほんとね、今年優勝争いするんじゃないかと言われていた2チームが、なかなかにね、こっちどちらかがね、いきなりちょっと、まあちょっとスタートダッシュ失敗する形になる可能性が高いんで、ちょっとビッセル神戸しっかりね、裏は叩いてほしいと思ってますけどもね、はい。ということ以上になりますね、本当はまだ喋りたいことは、ね、腐るほどあるんですけれども、えー、この辺にしておきましょうかね、以上、パルプンテジェルサッカーチャンサブの僕でしたよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さら。